さて、今回も早川、以前から気になっていた早川の洋食レストランへ向かいます。場所は漁港の駅トトコの向かい。車で来る場合は国道135号線沿いにある。こちらが今日の目的地、千歳屋さん。もう一度言います。車の方は国道135号線側から入ります。しつこく言うのは、僕は以前一度車で来たんですが、その時ナビで設定したら反対側の駐車場がない側の入り口に案内されて、結局場所が分からずに行くのを断念した経験があるからです。さてさて、営業中ですね。昼間ならカフェ利用も大丈夫そう。店先にはアンティーク調の置物や昔の看板がお出迎え。これは店内が気になる。うん、やっぱり中もアンティークが至るところにデザインされています。こちらの建物は大正時代のもので、あと2年で築100年になるそうです。居心地のいい空間。この扇風機昔うちにあったな、懐かしい。こちらのご主人はアンティークが好きってネットに書いてあったな。あと料理の腕前が素晴らしいと評判。きっと優しい紳士的な人なんだろうな。というふりを入れてから登場していただきましょう。だん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 、はい、こちらがご主人の中村さん。割とごつめ、めちゃめちゃ強そう。でも話してみるととっても優しい。あと会話のレパートリーが豊富ですね。ケーキとコーヒーをいただきつつ少しお話を伺った。これは西京味噌を使ったチーズケーキ。うましょっぱ甘うまですね。千歳屋さんは2020年1月にオープンした、ご夫婦で営まれている洋食ダイニング。正式名はサラマンジェ千歳屋。サラマンジェ、サラマンジェはフランス語で食堂とかダイニングという意味。気軽に料理を楽しんでもらいたいという思いから付けられました。ご主人がもともとものづくりが好きで、今でも昔の灯油ストーブの販売からメンテナンスまでやっているそうです。ちなみにこのコーヒーの豆は自家焙煎。こだわるね。あまりにご主人がいろいろなものにこだわりすぎて働きまくってしまうので、たまに奥さんに怒られてるらしいです。奥さん恥ずかしがりや。そんな千歳屋さんですが、2022年6月現在、ランチやカフェタイムは予約なしで大丈夫ですが、ディナーはコース予約が必要。今後状況を見て、もともとやっていたアラカルトを再開するかもしれないので、まあ、詳細はお店のホームページをチェックしてみて。2階もあるそうで、ご主人に案内していただきました。こちらも洒落た空間。床や壁などはご夫婦で張り替えたもの。いい風入ってくる。2階もアンティークアイテムが至る所に。マンダム。ディナーも楽しそうだな。早速ディナーを予約して来てみました。今回はお酒を飲む気なので電車。早川駅から8分くらいかな。こちらが駐車場とは反対側の入り口。かわいい外観。やっぱり日が暮れてくると雰囲気が増しますね。席に着くと本日のメニューが。おや、銀次郎の表記。嬉しい。持って帰ろう。さて料理ですが、気に入りすぎて父の日にも来たので2回分の映像です。どれもこだわりの食材で手間を惜しまない料理たち。地元の食材も結構使われていました。
本当にどれも美味しい。好みにぴったり合うんですよね、塩梅が。スパイスやハーブの使い方が特に素晴らしいというのはご主人の説明を聞いたから。これは白ワインベースのソースらしいけど、どうやったらこんなにうまくなるのか。このサラダのナッツドレッシングは持って帰りたいぐらいのうまさ。ご夫婦が素材の説明を丁寧にしてくれるので余計美味しく感じる。千歳屋さん、本当は教えたくなかったけど YouTube 配信するって言っちゃったから仕方ないね。食事も会話も好みが合うと楽しいね。人柄もお値段もとてもフレンドリーでした。夜の2階もまた素敵。石目ガラスが外の照明をきれいに見せる。夜のマンダムはよりムーディーに。マンダム。ランチもとても人気らしく、次はそっちだな。サラマンジェ千歳屋さん、アンティークと美味しい食事、癒される空間にぜひ来てください。サラマンジェ。ということで今回は以上。次回は一夜城を巡ります。それでは。あ、そうそう、最近チャンネルの登録方法がわからないというお話を聞きました。結構簡単で、僕のアイコンや画面下のチャンネル登録ボタンを押せば自動的に Google アカウントを作るように促されるので、書いてある通りに記述すればすぐできてしまうので、よければお願いします。それではまた。